新末の革命家、中華民国の政治家。国民政府で財政、金融の要職を歴任した人物で、国境内戦期に財政部長となった。1906年春、生徒通り少子半学堂に入学する。翌年、中国同盟開始選手部において同会に加入した。同年9月、阪神放棄計画に参加したが、事前に漏れたため、先生賞に逃亡している。 その後も同盟会の指示を受け、国内各地で革命活動に従事した後、四川省に戻った。1910年初めに四川高等警管学堂に入学している。1911年夏、四川鉄道保護運動が勃発すると、ジョパイルもこれに参加した。同年11月、重慶で植軍政府が成立すると、ジョはこれに加わり。 植軍第四標標等に任ぜられている。中華民国成立後の1913年8月、第二革命が勃発すると、革命派の熊、国部、洋所たまらと共に、繁栄生外の放棄を行ったが、敗北して、上海に逃げ込んだ。この時に、なお、大、タイルから、タイルに改めた。五国戦争に際しても、繁栄活動に従事している。年、 ジョタエルは、四川省に戻り、川天安国軍第一祖地司令部軍事所長権、江北県県庁に任ぜられる。翌年、四川で補欠選出の国会議員となった。1921年4月、公衆非常国会で、孫文の非常大総統選出に加わっている。1922年以降は、北京で中国国民党のための活動に従事した。 1924年の北京政変後に、一時、農耕部商品陳列所所長に就任している。孫文氏後、ジョタエルは、西山会議派の一員として活動する。1927年の上海クーデターの後、小解析から上海公益所管理委員官、金融管理局副局長に任ぜられた。翌年三月、金融管理局は、潜平氏に、改組されて、 女はそのまま副市長に泊まり、12月、女は市長に昇進している。1933年、交際市市長を兼ね、1935年5月、財政部政務次長兼選兵市市長に昇格した。1939年、四連奏初期所長も兼ねた。これらの地位にあった間、ジョタイルは、中央銀行の地位向上や、平成改革、 公債発行などにも尽力することで、小解析や総資分交渉期の信任を得た。財政面での功績を評価された女は、1935年11月、国民党第5期中央執行委員権中央政治会議、財政専門委員会主任委員に選出される。1941年5月、全国領食管理局を発展、改祖した、領食部において、 ジョは部長に任せられ、戦時中の領食政策を主導した。1948年、財政部長多くも5が推進した禁煙権政策が失敗すると危機を回避しようと、ジョタイルは小会席に禁煙権政策を進言する。これにより、同年11月、ジョは王の公認として財政部長兼中央銀行、総裁に任せられた。 翌1949年3月、一旦、劉をサムゲに部長を譲ったが、6月に復帰する。同年7月より、甲州で、銀園券の発行を開始したが、すでに国境内戦における国民党敗退の数勢は定まっており、銀園券もあっという間に暴落した。この失敗も原因となり、10月に、ジョア辞任、関吉玉にポストを譲った。同年末、 ジョタイルは、香港に逃亡し、さらに、アメリカに移った。1959年、台湾に移り、国民党中央評議員、国民大会県政権打ち会場務委員などを務めている。1969年7月29日、台湾にて病没。去年82、ありがとうございます。